ニコライ・アレクセイビチ・ビリリョフは、ロシア帝国の海軍軍人。日本では幕末に、津島芋先を占拠した、ポサドニック号事件の当事者として知られている。1829年に、トベリ県カリア人軍で、没落貴族の家庭に生まれる。弟には、海軍大将になったアレクセイ・ビリリョフがいる。ロシア帝国海軍に入隊し、 1845年から1855年にかけて国会艦隊で勤務した。この間の1847年に海軍士官学校を卒業している。1853年のクリミア戦争に従軍し、シノープの海戦に加わっている。1854年9月21日の戦闘では野衆を仕掛け、将校二人と数人の兵士を捕虜とした。 セバストポリ包囲戦では東部を被弾して、重傷を負うが、回復後に注意に昇進し、第三防御陣の指揮官に任命された。1855年3月11日の戦闘では、敵兵750人を殺害し、大砲10門を奪う活躍を見せ、この功績により4等聖ゲオルギー勲章、2等聖アンナ勲章、4等聖ウラジーミル勲章を授与された。 ビリリョフ夫妻と妻の母エルネスチナ1859年に軍艦ポーサード肉艦長に任命され太平洋方面に派遣された。1860年5月21日上官である中国海域艦隊司令官、イワン・リハジョーフ大佐は不登校確保のため海軍大臣コンスタンチン大公に津島への海軍基地建設の許可を求めた。コンスタンチンは 外交問題を起こさないことを条件に、津島府中藩の藩主と協定を結ぶことを認め、リハ長府は現場式を、小佐のビリリョフに一任した。1861年2月3日、ビリリョフは、ポサドニックを率いて、津島に来航した。ビリリョフは、津島藩に対して、船体の修理を名目に、尾崎浦に居座り、3月4日には、芋崎に上陸して、 無断で弊社の建設を始めた。ビリリョフの部隊は、津島藩からの退去要求を無視し続け、現地の木材や食料を略奪したため、住民との小競り合いが頻発した。こうした状況下の3月18日に、リハ長府が津島を訪れ、ビリリョフの仕事は、ひどい状況だ。1ヶ月もここにいるのに何も成し遂げていないとビリリョフの対応を失責している。 3月23日に、ビリリョフは、津島藩に対して、藩主周議和との面会と芋先の咀嚼権を要求したが、その最中の4月12日に小銭合いから、津島藩合氏を射殺、拉致する事件を起こし緊張を高めた。ビリリョフは、江戸幕府外国奉行、小栗忠政と数度にわたる交渉を行い、5月26日に、総吉和との面会を実現させた。 しかし、函館領事、ヨシフ・ゴシ備ケが、この一件に関して、非協力的であり、また、リハ長府も、本国外務省からの協力が期待できないことから、事件の責任転嫁を図るようになった。7月23日、幕府の要請を受けた東、インド、中国艦隊司令官、ジェームズ・ホープ率いる、軍艦2隻が津島に来航し、退去を要求した。また、 ゴシ色恵ビチからも退去を説得され、ビリリョフは8月15日に、津島から退去した。1865年2月5日に、フランスニーズの教会で、ヒョードル・チュッチェフの娘マリア・フヨード・ロブナと結婚し、娘マリア・ニコライブナを設けた。しかし、1866年1月30日に、娘マリアが死去したことで精神を病んでしまい、さらに、 セバストポリの戦いで受けた傷の後遺症が重なり重度の認知症を患ってしまう。1872年には妻マリアとも死別している。1882年6月5日にサンクトペテルブルクで死去した。遺体は遺言によりノボデビチボチにある妻マリアとギフチュッチェフの墓の隣に埋葬された。ありがとうございます。